こんにちは、ふみです。本日はですね、昨日超転生が実装されたオオクニヌシをブラックバードと合わせて使っていきたいと思います。超転生で結構強くなってまして、リーダースキルが6コンボ以上で攻撃力が上昇を最大22倍、闇の2コンボ以上でダメージを 70% 軽減、2コンボ加算ですね。まあブラックバードの、リーダースキルと比べると、まあ、70% 軽減っていうところは一緒だし、まあ、攻撃力も22倍で、まあ、3コンボ加算と固定がブラックバードはあるので、まあ、その辺は、まあ、劣ってはいますけど、全然使っていけるなと思いました。使ってみた感想、まあ高難易度いけるかって言われたら分かんないけど、まあ、今日やる神秘の次元とかその辺のダンジョンだったら全然簡単に攻略できるなっていうぐらいの性能でした。本日はこんな感じのパーティーで、表ですね、表の次元の案内にやっていこうと思います。まず大国主が超覚醒がスキブプラスの、風神ですね。水着の風神の武器で、ダメージ吸収4ターン継続が強いのでこちらを使っていきます。そして潜在は上限解放にしていて、しっかり42億出ていきますのでめちゃめちゃ強いです。で、今回ね、ここまあ遅延ついてるんですけど、まあ、遅延でもいいんだけど、ちょっとアウストラリスが硬いので、まあ、新キラーでもいいかもしれない。はい。で、サブがセシリア。セシリアがマジで強いですね。やっぱこのダンジョン。超覚醒が無効貫通の、アバンの武器で、ヘイストとかつけておりまして、でね、ここ、間違えてというか、そのままに、多色使った時のそのままでさ、潜在に無効貫通潜在つけっぱなしでいっちゃったんだけど、本当は毒目覚め耐性がいいと思います。はい。そして次が正月あれだってで、超覚醒が超コンボ強化の10連ガチャドラの武器をつけて上限解放です。でジルが超覚醒がスキブプラスの5連ガチャドラの武器で回復力ちょっと上げながらって感じですね。で潜在がお邪魔目覚め耐性の HP ちょっと持ってます、ここで。はい。そして最後がガロー、超覚醒が無効貫通の顔面プラーの武器でヘイストで上限解放ですね。でフレンドさんのブラックバードが、10連ガチャドラの武器で、遅延が6、めっちゃガチャドラの武器使ってますね。はい、はい、で HP バッジなんですけど、まあ、後付け実況なんですけど、ちょっと最初に言っておくと、今から流れるやつは、ジルに風神がついてるんですよ。あ、そう、ジルに封刃がついてて、大国に豪気の武器つけてやってるんですけど、まあ、豪気が3ターン継続なんだよね、ダメージ吸収が。だけどカンナとアウストラリスが両方出てきちゃうとちょっとね、3ターンで厳しいので、封刃を大国に持ってきた方がいいなということで、その辺はちょっと気をつけてください。最初の立ち回りもね、ちょっと変わっちゃうんですけど、まあヘイストを結構過剰に積んでるので大丈夫だと思います。ということでやっていきましょう。はい、1回走目からやっていきます。まず変身はブラックバードだけなんですけど、まず足りてないので、スキルダメとあとヘイストで、適当に、まあ、順番とか特にないんですけど使いながら、大国だけ使わないようにしてください。で、まあガロー最後がいいかな、4ターンヘイスト。あとの順番は何でもいいんですけど、まあセシリア次のターン使いたいから、まあセシリアからがいいかな。うん、ここをワンパンする場合はセシリアからで、変身してとですね。で2回走目が、回復力デバフ、操作時間、激減、ルーレット、もろもろ食らうんですけど、全部セシリアで返していけるので必ず2回数はセシリアを使ってください。はい、セシリアがねマジで強い。やっぱルーレット多いし、このダンジョン回復力源もね、なんだっけ、シトリーとかがめんどくさいのでセシリアは欲しいですね。はい、そしたら、まあ、通販ですね。運搬して突破していきます。
はい、3階層は、クモ、操作か、まあ、ロックとかありますけど、まあ、もろもろ大丈夫かな。もしロックで、足りない場合はアルダツでドロリフしてもいいんですけど、まあ、その場合は、5階までにもう1回アルダツため直す感じでやってください。まあ、多分溜まると思うけど、はい。まあ、ここの変換もね、足りない場合がありますけど、その時はあれだけで、はい、OK。 全然42億出てるもんな、普通に。闇3コンボとかで、あと、もしくはツーウェイとかですぐ42億出てますね、オープンが。4階はガローで消し内を回復しながら削っていきます。ちょっと硬いけども、まあ、3コンボぐらいあれば大丈夫かな。ブラックガードに比べて1コンボ加算数が少ないので、そこは気をつけたいね。10コンボいかないと本当に全然火力が出ないので、10コンボ意識だけしたいかな。はい、5階層は花火が来るので、ここでアルラテを使います。ドロイフして、まあ、ロック状態で降ってくるんですけど、多分全部ロックされてるわけじゃないので大丈夫だと思います。色はあると思う。はい、で今ねルーレット返してないと思うんですけど、まあ、このあとアリアンロッド7階とか出てきたらもう1回ルーレットされるから、まあ、とりあえずいいかなと思ってまだ獅子毛は使ってません。はい、6階がスピーカー、ここでね、毒目覚めをつけてないことに気づきました。まあ、でもこの毒目覚めあんま降ってこない系だったんでなんとかなってますけど、気になる方はつけた方がいいと思います。まあ、普通に2番ぐらいでいけますかね。まあ、光闇半減なんですけど意外といけますね。最初さ、実装された時は光パー闇パーじゃ絶対というかかなりむずいダンジョンだったけどね、いけるようになりましたね。さあサラスバティ伏線光はジルで返していきます。で、ここでね、無効貫通組まなきゃいけないので、ルーレットを返しました。ルーレット邪魔なんで。で、まあ、アリアンロットだった時も、まあ、ルーレットを生成してくると思うので、そこで返しちゃって大丈夫。はい。まあ、基本的に、ブラックバードと、なんだっけ、ガローか。ガローループで使っていくんですけど、あんまり今同時に使ってたけど、あんまりね同時に使うと次欠損した時も結構つるんで、あんまりやらない方がいい。あとガローのターンは、まあ、エンハンスがないんでちょっとあんまり火力ができらないってこともあるかな。はい、8階はエスカマリアをワンパンで、カンナーが出たら大国の後ろの封じですね。で、9階は、今回アウストラリスが出てて、最初に言った通りね、このやった時は号機をつけてたので、号機を打ってるんですけど、風神ですね。風神を打ってもらって、まあ、4ターンあるんで、結構硬いんだけど、光闇半減だし、そもそもね、硬いんだよね、この人。なんで、まあ、頑張って、まあ、3ターンぐらいあれば多分削り切れると思う。はい、OK です。10回、高み結びが出たのでここはジルですね。で、ストーリーの時はデバフかなと思うのでブラックバードとかで返していきます。まあ、もしくは、セシリアでも返しますね。まあ、でもセシリアはね、一人が出た時は半分切ると回復力激減食らうんで、その時に使った方がいいかな。で、高め結びも半分切るとルーレットと操作時間激減してくるのでセシリア打ちます。セシリアが強い。
11回はマッハか紙結び、紙結びなので、ガローでリスナー回復して殴っていきます。はい、ここも光弓半減なんだね。あ、そう、紙結びも結構高かったんだよな。4回ぐらい殴ってるね、これ多分。で、まあ超暗闇じゃないや、暗闇目覚めかをしてくるので、まあ、解除したい場合は十字2つ組んでもらえれば解除できます。はい、 OK。 したらパティはもう交換通それだけなんですけど、はい、あんまり言うことはないです。交換通するだけです。あ、半分聞いた時のルーレットもまたセシリアで返せるので特に問題はないかなと思います。はい、交換1回組んでこのぐらいの削りですね。結構削りますね。で、半分切ったら、ルーレットをしてくるだけなので、闇を貯めて、ルーレットをセシリアで返してカウントダウン、適当にやります。適当に闇貯めつつ、まあ、若干削りつつで、あと1の時に無効貫通で突破していきます。で、ボスまでにですね、あの、大国は使わずに、また後ろの風神を貯め直したいですね。まあ、結構、ダンスはかかるんですけど、頑張れば貯められると思うので、ミズアルバート出た時にね、使うように。で、今回は闇だったので、7体以内に削り切るだけですね。で、このパーティーは無効貫通よりも、平積みの方が火力が出るので、部屋積みがいいと思います。初っ端無効貫通してますけど、こんな感じで全然削れないので部屋積みがいいです。一応ね、無効貼ってますけど50億無効なのであんまり関係ないですね。あんまりというか関係ないですね。はい、なんでひたすら平積みで削っていきます。ブラックバードのエンハンスがあればかなり削れるので、もう7体以内には削れるんじゃないかな。あとセシリアも2倍デバフじゃないや、エンハンスあるので使ってあげてください。で、キアルバートも普通に殴るだけですね。発狂は気をつけてクリアということで、まあ、自陣ブラックバードなし、大国超転生大国パーティーでした。まだクリアできてない方、まあ、宝石85個のために頑張ってみてください。ということで本日は以上です。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではさよなら。